ウェルカムトゥーシルちゃん。どうもシルです。今回レビューしていくのはこちら。なんだこれって感じなんですけれども、そう、メカニカルキーボード、こちらのねですね、ポーカー XKBC というメカニカルキーボードなんですけども、これジャンクで私今回手に入れました。一応動作はするということなんですけども、ジャンクっていうのはまあメーカー保証も完全なしというもので、入手しました。で、まあ中古っぽかったので、全部ですねキーを外して今清掃を終えたところです。なぜならこれなんで欲しかったっていうこと、このポーカー X ももうほとんど市場流通はしてないんですね。モデルで、で見ての通りわかると思うんですけども、すごい小さいんです。メカニカルキーボードなのに小さい。おそらくですね、メカニカルキーボードの中でも世界最小クラスですね、のメカニカルキーボードっていうのも場所も取らないですしね。なんでそれで一応調べてですね、ああいいなと思って購入しました。で見ていただきたいのはまあ US キーボードですね。 US 配列の、日本では一時期に少し流通したぐらいですかね。現時点でこのポーカーシリーズを購入するのは正規品、新品ではまあもう無理でしょうというレベルぐらいでもう流通してない。まあ一応フェルコのマジェスタッチとかの小さいモデルはあるんですけれども、それよりも圧倒的に短いですね。一回り二回りぐらい小さいと思います。メカニカルキーの中で圧倒的にの小ささ、まあちょっとデータがないんで実寸でいきますけれども、縦10センチ横29センチですね。30センチ容器がちょうどぴったりぐらいな感じです。29センチ。でまあ厚みが、まあキーはちょっと抜いてますけれども、まあ2センチですね。2センチからキー入れれば3センチないんじゃないかっていうぐらい。だから非常にコンパクトですね。重量も軽いんですよ。これも持ったらわかるんですけど、ものすごい軽いです。まあこれにキーが入ってくるんですけど、今これ数字ちょっと出ないんですが、325g ですね。今取ってるんです。ここにあるんですけど、325g。これで325で、キーで合わせて400ないよっていう、非常にコンパクトで軽量なモデルです。で、机の上をね、やっぱりメインのキーボードと別にサブ使ったりするときに、まあ割と場所を取る。もしくはこれが良ければこれをメインにすることも据えることも可能。なぜならメカニカルキーボードの特徴である赤軸を採用してるんですね。まあ見ていただくとわかるんですけども。で、ここに LED が表示何個かあるんで、光るのかなっていう感じなんですけども、まあここのキャップスロックを見ると光るようにはなっているんですが、まあ、でね、なんで取ったままの、キーを取ったままの状態でお見せしてるかっていうと、実は、せっかくだから、キートップ変えちゃうみたいな話なんですよ。実は私、別枠で、メカニカルキーボードの用のキートップのカラーバリエーションがあるものを結構買ってたんですね。ただちょっと使う機会がなかったんで、この機会にやっちゃおうかなみたいな感じです。こういう感じで。一個ずつ、アルミなんです、しかも。アルミかな？ちょっと、アルミじゃない。なんかね、金属製なんですよ。金色とか。全然使う機会がなかったんで、一応プラスチックのモデルは以前紹介したことがあるんですが、この金属製だと、冷たいんですよ。で、かつ、インジがないので、インジコスレ。これ見ていただくとわかるんですけど、この S キーとか、まあ、多分ゲームで使ってたと思うんですが、ここにピンとかあってくださいね。ちょっとインジが擦れてると思うんですよ。これ全く擦れてないものと比べると、こういう形ね、色が若干色合いが違うと思うんですが、やっぱりね、S キーとかは非常にですね、S A とかは、色を褪せてるんですね。これが、いろんな、褪せないような形で印刷されてるモデルもあるんですけれども、このポーカーに関してはそうではなかったようです。はい。で、特徴的なのが、これちっちゃいから、おそらくファンクションキーとの組み合わせで、こういう形にキーの下に、合うかな？ページオンとかってあるんですね。それ以外にも、ポーズとかっていうのがあるんですけれども、
一部キーはこういう形で下にファンクションキー経由でのがあるので、特にそこは触れずに、それとは関係ないところを色変えていこうかなと思います。品色？色としてカラーバリエーションとしては、緑、まあ、ピンク、黒、青、オレンジ。全部4つぐらい購入したのかな？もう覚えてないんです。結構、もう、かれこれ半年以上前の話なんで、これ撮ってるの2000で金色。一応ね、セットで売ってるものはあるんですけど、これは、完全にですね、バラ売りのものを購入しました。せっかくだから、WSD を金色にしてみますか。一番薄いとこだからね。メッキで剥がれたりしないかな。裏の色が違うからメッキなんですね。だからこれもこれでやり込んでいたら剥がれるような気はするんですけど、まあまあ、どっちを置くかな、はい、W ですね。これを押す、入れる方向を逆にしないように気をつけなきゃいけないですね。 W でしょ。若干フォルムがこっちの方が高いね。若干フォルムが違うかなっていう。まあそんなに、少しこっちの方が一回り大きい感じでしょうか。まあ、中はプラスチックで上を金属風な加工してるだけなんで、これが完全に金属のものだったら、金属かな？金属じゃないでしょ。もっと違うんですけど、まあ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 、そこは妥協ですね。金属のものも売ってます。秋葉原とかで見れば、メカニカルキーボードを扱ってるお店ちょこちょこ見るとですね、割と売ってますから、こういうのも。ただこれはメカニカルキーボード、ただ一部のメカニカルキーボード、昔のものとか、あとオリジナルの使ってるレザーとかは対応してなかったりするので、こういうのはあくまでも自己責任でやりましょう。まあと、まあ、ご存知、皆さんもお分かりだと思うんですけども、こういうパーツを変えるっていうのはね、とか、まあ、人によっては基板変えちゃったりする人がいるので、そこまでは私はできないんですけども。はい。金色になりました。で、エスケープキーは本当は変えたいんですけども、こういう形でエスケープと、これですね。これ変えちゃう？どうせ半角キーってわかるしね、エスケープも。やっぱ右上はね、左上はね、割とオレンジ？赤入るよね。赤はだからどっか別に使いたいですよね。こんな感じですよ、今回の動画。レビューなのか。レビューではないですね。レビューではない。で、1,2,3,4,5 はファンクションとかも絡んでくるので、そのまま。出るキーがこことこなんだね。ウェブミュートとかってあるんですけど、まあ、そんなのは別に。やっぱコントロールとかこういうの辺は、もう変えられないので、この大きさのものはないので、まれにあったりするんですけども、ここはもうだから変えられないです。スペースキーね。下一列は。むしろ分かんなくなるんで、下一列も本当は変えたいですけど。なかなかね、メーカーによって大きさが違ったりするので、これも小スペースでじゃないですか。スペースキーがね、短いものもあるし、これ英語配列のものは基本的にスペースキーが長いです。なぜなら、この横に変換とか入ってこないから。で、私、それ好きなんですよね。無変換、変換が入ってくると、その分だけで短くなるんで、スペースキーが短くなります。デルキーが入ってるみたいなんで、私、デルは使うので、ここはちょっと外せないかなという感じ。で、エンター。使うキーから入れていきましょうね。プラモデルみたいになってますけど、英語配列なんで、ここにこういうのがある。で、バックスペース大きめ。これいいね。ね。打鍵をもうしっかり。で、1,2,3,4,5,6 をどうするかっていう話。変えちゃってもいいけど、みたいな。WSD は完全に変えたんで、変えたキーをこっちに置きましょうか。ね。ちょうど。はい。あと、F キーとかも、変えてもいいかな。この辺のセンスはキャップロックも
ここら辺は変えられないので、まあただこれはいいよね。赤にしようかな。エスケープってわかるし、いいね。赤買いますな。どっちもいい。逆？いやいやいや、逆かな？キープラ。これは、キープラフィルコのやつなんですけど。こういう感じで淡々とやりましょう。あ、だけど、あ、エスケープは大きさがこれ違うわ。一番上だけ大きさ見えます？このキーの大きさが違う。ですね。エスケープとか上がキーの高さが違うんです。打ちやすいように。だから一番上の一列は変えられないですね。キーの大きさが違います。ほらここだけ高くなっていくので、これは変えられないんだ。残念。変えちゃうとね、だいぶキーの大きさが違いますからね。高さが変わってきてしまうので、打ち心地どう、なんか違和感あるなと思って。しゃあない。それはまた今度の機会に。なんで、なるほど。そんなのが、そんな仕様が、確かに高いね。一列高いっすな。押しやすいようになってんだ。考えられてますね。あれ、お前はどこだ？あれ？おかしい。え、ここ？いやいや、だけどエンドがあるしな。あれ？ダダーン。おかしい。いや、さっきね、撮ったんだ。おかしい。一つなんかずれてる。いや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 、あれ？今ね、撮った画像。これどこだ？これここだ！こっちっすね。よかった、写真撮って。この前ね、これでね、実は以前これでわけわかんなくなったことがあって、写真を撮るっていう知恵をつけました。で、キューキーにもなんかこういう形で入ってるんですよ。これ何やろうと思って。まあ、大丈夫な ERTUI。で、O はなんか、この辺はいいかなってか、ここは変えても一列変えちゃう？だけど、それだけの色はないな。ちょうど4つ4つだから、4つはね、ある。4つずつはあるはずなんですよ。全部。じゃあ、赤と青。上一列赤と青。にしますか。赤入るよね。で、青色、みたいな。へへへへ。青も結構綺麗でしょ？最初これ金属かと思って、金属じゃないですね。金属風な。だから剥げると思うな、これずっとやってると。まあ、ただ刻印がないから、まあ、いっかって感じですね。金属風な感じです。はい。この辺をどこに配置するか。どう配置するか。2個ずつっていうのも面白いかもしれない。そうすれば可愛らしい感じに。なるね。はい。じゃあちょっとそれで考えてみます。少々お待ちを。少々、じゃあ場面切り替えましょう。はい。完成しました。こんな感じになりました。ちょうど、すっぽりと収まる感じですね。色合いはまあ、ちょっとフィーリングです。まあ、WSD は確定なので、まあ、赤にしようかと思ったんですけど、金色でいいやと。で、金色の周りに赤を置いたんですけども、ちょっと黄色が、霞んでしまうので、まあ、シルバーを周りに置いて、まあ、ここラインを作りと。で、ちょっとね、この H キーの下を見ていただきたいんですけど、このプリントスクリーンですね。これプリントスクリーン私はよく使うので、要はスクリーンショットを撮るときですね。必要になるので、これはちょっとわかんないときついなというので、先々のために置いておきました。そ
据え置きは基本あのこっちにもあるんですけど、下に何もないタイプとか、あとこういうページダウンとか、そんなにそんな、まあ、使うっちゃ使うんですけど、そんなになんで、ページダウンぐらいは使わない。まあ、ポーズとかね、そんなに使わないから、わかる範囲で。で、まあ一応、ここだけそういう形だったんで、これに合わせるために黒もあるんですよ。黒も買ったんで、今なんで黒を買ったのか覚えてないんですけど、まあ前色4つずつっていうので頼んだはずなんですね。で、来たみたいな。で、オレンジと赤で囲って、まあ4つ4つ、それを黒を囲うためにこうっていう感じですね。緑みたいな。割と、こう派手な感じになりました。本当は周りをね、変えたかったんですけど、上の方をね。だから何まあ、で、一番打つところですね。一番打つところが、まあ、H キー以外は変わったので、いいかな、という感じですね。カジックの。あとはこれ実際に、まあ、繋いでみて、ただね、ケーブルが短いんですよ。これ短すぎじゃねえのみたいな感じなんですけど、ね。これいくらなんでも短いだろみたいな。これデジカメとかのじゃなみたいな。これ短いでしょいくらなんでもっていう感じなんで、長いのを用意しなきゃいけないんですけど、なぜならこれミニ USB なんですね。マイクロ USB ではなくて、しかも普通の USB でもないので、ちょっと探さなきゃいけないなと思いながら、これだけかみたいな。30センチぐらいしかねえぞみたいな。なんで、ちょっと今つなげない。この撮影環境の中だとつなげないんですけれども、ちょっとそこはね、ちょっと考えます。もうちょい長くてもいいんじゃねえのと思うんですけど、ちょうどそれっぽいのがあったんだけど、それも短い。ミニ USB って比較的短いものが多いんですよね。だからあんまない。困っちゃったな。まあとりあえずちょっと考えますが、まあこういうコンパクト、超コンパクトです、なモデルでございました。今回はどちらかというとそのカスタマイズですね、こういうのでいろいろ遊べますからね。ただ気をつけてほしいのは、変えた後のキー、これなくさないようにしてくださいね。あと、他のキーと一緒にすると、わけわかんなくなりますから。マジでわけわかんなくなるので、メカニカキーボードを複数持っている方は、で、こうやって取ったりですね、して遊ぶ方は、ちゃんと管理をしないと大変なことになりますから。いや、本当に。わかん、写真撮っといたからなんとかわかるんですけど、どこのキーみたいになるんで。これどこみたいな。V だったら V でわかるけど、みたいな。ポーズが下にあるんだけど、みたいな話になるわけですよ。なんでだみたいな。後から見るとね。他の変えた時に。なんでなんだろうみたいな。ああ、これだ。そうするとこれだってわかるので、まあ一緒くたにしといた方がいいと思います。そんな感じで今回は、ここに、ポーカー X、KBC ですね。非常にもう入手困難な、超コンパクトな、メカニカルキーボード赤軸のモデルをレビュー開封、そしてキー交換作業まで行っていきました。こんな感じでいろいろやってますんで、よかったらチャンネル登録してみてください。動画説明にもね、他のメカニカルキーボードや他のゲーミングマウスとかの絵のリンクが貼ってありますので、よかったら見てみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次回。いいよねこの赤軸の音。また次回、シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。